遊仏駅は、北海道苫小牧市麻遊仏にある、北海道旅客鉄道日高本線の駅である、電報略号は由ふ、1986年10月まで運行されていた、1975年の遊仏駅と、周囲約1 1 5トル範囲、右下が、静内方面、左に、山陽国策パルプ、遊仏工場があり、 駅標速より専用線が大きな右カーブを描き、少し直線となった後工場内へ向かうが、この直線部分は、日高本線急線跡で、旧駅はこの直線延長上右手、長方形の公園上に仕切られた、区域内にあった。当時の状況は、国土地理院地図、空中写真閲覧サービス USAM149 から69等で確認することができる。新駅の構内は、 島式ホーム一面2線と駅標速に静止工場向け重置線を数本、南側に保線用車庫と側線を持っている。国土交通省国土画像情報をもとに、作成かつては静止工場の側線が引いてあり、かなり大きな駅だった。国鉄時代は、苫小牧駅有仏駅間の未連鎖閉塞だった。当駅の所在する地名より、地名はアイヌ語の一部。 に由来するるとの説があるこの地はかつて太平洋から阿比良川を遡り、分水嶺を超えて千歳川から石狩川、さらに日本海へと至る重要なルートの入り口だった。その他同じくアイヌ語の異物、異プなど、由来には諸説ある。島式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の南西側に存在する。かつては、 島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。駅舎側が上りの一番線、反対側が下りの二番線となっていた。使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後は撤去された。その他1983年4月時点では一番線の駅舎側に側線を一線と、 そこから分岐した貨物側線などの行き止まりの側線を2000融また、日本製紙裕復工場の引っ込み線も存在した、静内駅管理の無人駅となっている。駅舎は、校内の南側に位置し、ホームとはかなり離れており、ホーム南側とを結ぶ長い通路で連絡している。これは、以前駅舎とホームの間に、側線や専用線が付設されていた名残である。 友人駅時代の駅舎を有する交換設備運用当時は駅舎とホームの間は古戦橋で結ばれていた。駅舎はコンクリートブロック作り2階建ての大きな建物であるが1階の休事務部分室や2階部分などは開口部に板材が打ち付けられ完全閉鎖されている。1962年移転前の旧駅は駅舎は海側に位置し、千鳥状にずれた。 相対式ホーム2面2線と駅裏に留置線、駅舎横の苫小前側に貨物ホームと引き込み線を有していた。またホーム間に古戦橋はなく校内踏切で連絡していた。1日乗降人員は以下の通りである。また JR 北海道によると特定の平日の調査日における乗車人員平均は以下の通りである。工業地帯の合間を縫って海岸に出てきたところに一致した。 北海道旅客鉄道日高本線苫小牧駅、有仏駅浜厚間駅向か駅、一部の上り列車は浜田浦駅と浜厚間駅を通過する。ありがとうございます。